じゃあ引き直し。はい、モンキーエッジの続きです。はい、早速やっていこう。クリックしてスタート。そうだ、灯台が回り始めたんだ。あれね、列車の模型で動く灯台ってなんかおしゃれね。さあどうしよっか。これな感じがすんだけどな。違うか。こっからどうつながるんでしょうな。ちょっと正直わからん。ヒントとしてはこの歯車っぽいな。で、なんやねん。おおって一応は驚いたけど、これが何なの。電気ついた。はんはんはん。で、で何よ。電気ついたよ。お。おおおおお、開いた開いた。あ、これは開くわいな。ダメか。うん、ここやな。 OK。 で、もうこれはいいってことか。お、来た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 。これだ。色が一緒、色が一緒のタイミングで使えばいい。そしたらこれとこれがマッチする。今まで色が違うから使えなかったんだ。来た。ふん。なんだか、あらら、お、2箇所変わった。もちろんこの中だよな。うんうん。おお、ここは特にはパッとは何もできないのか。うん、ここやな。
とどうするか。なんか重いもん乗せたらいいような感じやな。どうにかこうにかして次に進めばいいんだろうけど、どうすりゃいいのかがわからんな。ここはどうしようもないやな。どこの何がつながるのかがわからんね。お、新しいやつ。あら、これ娘さんかな。事態を何と重ねる。これはまだそんな光り輝いてないってことは、おう、これと何が重なるっちゅうんじゃ。何？全然わからんぞ。これは関係ある？お、重なるわ。じゃあ方角を変えりゃいいんだ。方角を変えるには船の進路を変えればいいんだ。変わった？変わってないよ。おお、ちょっと変わったよな。オッケー。これで逆になった。オッケー。そしたら色が揃ったな。で、
で、っていう感じがすごいんですけど、これは分かったよ、うん、重なるな、そうやな、そうやな、じゃあこの方角ではないってこと？あー、なんかとりあえずこの方角に進んだことにより日の光が入るようになったのはあるみたいやな。でだ。方向は変えた。これは意味がある。太陽の方向に行ってるわな、船。進んではいる気はするけど、ここを、そっから何につながりゃいいんだ。あっ、え、ちょっと待って、え、これほん、どうしたらいいんやろ。ちょっと待ったな。あー違う。こうしてこっちに切って、そしたら船がグンってなるから、まだか。あとなんや、なんなんや。グーンとはなった。だから方角としては
また戻しとかんとあかんな。太陽の方角に。うん。太陽の方に向いた。じゃあ、スイッチが切れてる状態には絶対ならんもんな。難しいぞ。あ、要は、じゃあさ、こっちに切って。こうしたら？え？あ、下がっちゃった。間違っちゃった。はいはい。ごめんなさい、ごめんなさい。まあ、やり方としては合ってたわ。こうしてグーンって向ける。合ってた合ってた。船の方角が変わるね。でもう一回こうやることによって、なんか知らんけどそういうパワーが働いて、ミサイルなんかロケットの出力が上がる。すげえパワーだ。オッケー、じゃあ行きましょう。発射。現在って何？はい、じゃあまあいい感じに進んだんで、ここで一旦区切りたいと思います。モンケージ、なんだろう、娘さんが成長してロケットの開発者になったんかな。あのストーリーが進む感じで現在って出てきたのがなんかすごく重々しかったです。はい、モンケージ、またよかったら続きも見に来てください。ではでは。